あらみなさんこんにちは、ゆずくです。それでは今回なんですけども、ファミマのファインペイで D ポイント20%還元の事前準備、実際にキャンペーンを使ってみたということで、今日から始まりました、ファミマにて最大 D ポイント20%還元のキャンペーンですね。こちらについて、事前準備と、そして、実際に購入してきたことについて、サクッとお伝えしていこうと思います。 まずおさらいなんですけども、今回こちらのファミリーマートで D ポイント最大20%還元のキャンペーンということで、今回このキャンペーンに大きく4つの特典があります。まず1つ目っていうのは、丸一番のファミリーマートのファミペイに D ポイントを連携することによって、税に D ポイントが100ポイントもらえる特典。そして2つ目は、ファミリーマートのスマホ決済ファミペイとドコモの D ポイントカードを連携して、その連携した状態でお会計の際にファミペイのバーコードを提示するだけで20、20%分の D ポイントが還元 還元される特典続いて3つ目は、ファインペインを持ってないけど D ポイントカードを持ってるという方に向けて、お会計時に D ポイントカードを提示するだけで15%分の D ポイントが還元される特典。最後4つ目は、ファミリーマートでおにぎりを購入すると1点ごとに50ポイントがもらえる特典。今回はこの4つのキャンペーンがスタートしました。そして早速事前準備ということで、やっておきたいことはこのキャンペーンのエントリーや連携からですね。 専用ページにアクセスしたら、この下の方にある、今すぐエントリーするをタップします。そして、ドコモの D アカウントでログインしたら、無事にこのように、キャンペーンエントリー済みと表示がされたら、これで OK です。次に僕は D ポイント20%還元を受けたいので、ファミペイと D ポイントのアカウントを連携しました。やり方めちゃくちゃ簡単で、まずはこちらの、 ファインペイのアプリを開きます。そしてここの D ポイント、楽天ポイント、T ポイントを登録するをタップします。そうすると D アカウントでログインを求められるので、これで D アカウントを入力して次へ。あとはご自身のパスワード、そして2段階認証用のメールが届くので、そのメールに,に記載されているコードを入力してログイン。そしてここでサービスを連携することを同意を求められるので、もろもろを読んだ上で同意するをタップ。 これでバッチリファインペイと D ポイントカードの連携は完了となります。次に実践編ですね。僕は今回のキャンペーンでおにぎり10個を購入しました。もちろん動画用ですので普段はこんなに購入することはまずありません。 で、実際のお会計の手順なんですけども、一瞬勘違い必要になるんですが、今回はファミペイで決済しないといけないというわけではなくて、好きな決済方法で大丈夫です。例えばメルペイとかペイペイとかでも大丈夫です。なので、お会計時にこのファインペイの連携したバーコードをこれを提示するだけで大丈夫です。ちなみに、ここのファインペイを使うをオフにしておくことをお勧めします。というのも、これをオンにしていたら、ファミペイ残高が減ってしまう可能性があるからですね。まあ僕の場合はファインペイ残高が18円 しかなかったので全然大丈夫なんですけどももしファミペイ残高が入ってる人はこれをオフにしておくことをお勧めしますそして店員さんがこのバーコードを読んでくれたら D ポイントカードを読み取りましたってレジが喋ってくれますちなみに今回の決済方法僕自身はみずほのみずほレットでしっかりクイックペイであっ べっで決済しました。なので、おにぎり10個最大の500ポイントをもらえるプラス20%還元もあるので、めちゃくちゃお得ですね。以上が実践編でした。ちなみにこちらも D バいの10%還元のキャンペーンとか、あと D ポイントスーパーチャンスとの併用もできるので、もしこのファミリーマートの D ポイント20%還元を利用される方は、うまく使ってみるのもいいのかなと思ってます。まあ、そんなこんなで今回はファミリーマートの D ポイントのキャンペーンについて簡単ではありましたが、解説させていただきました。まあ、僕がよく行くファミリーマート ののの店員さんんはは昼間はちょっとと年配の方が担当してるんですけどももファンペイイ D ポイントの連携もいまいちこうう分かかっっってななたたような感じだったのでまあ、こんな感じになるんですよねって言いながらお客さんも全然いなかったんで、ほのぼのとお会計をしてもらいました。まあ、ファイマの20%還元の期間としたら12月の25日まで開催がされているので、今月のコンビニはほとんどファミリーマート一択になりそうですよね。まあ、一応下の概要欄に今回解説した公式のリンクも貼っておりますので、詳細気になる方はですね、ぜひチェックしてみてください。ということで これ、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。